お疲れちゃんさらです。今日はですね、アップデートが来て、新しくね、こちらゴブリンパーティーというイベントが来てますので、こちらやっていこうと思います。なんかいろいろ変わったみたいで、軽くそれも説明しようかなと思います。で、まあ新チャレンジが来てるんですけども、まあ普通に今まで通りの、こういうなんだ、ドラフトバトルとか、強奪バトルみたいなのね、やると、このシーズンチケット、っていうのをもらえるそうです。はい。しかも1日上限があるみたいで、まあ、ゴールドみたいな感じかな。はい。1000枚までもらえるっていう、はい。上限があるっぽくて、それはね、なんか景品っていうかカードとかゴールドとか何でもね、はい。交換できるっぽいので、これ限定スタンプ的なね、はい。これは限定なのか、今まであったのかわかんないんですけども、はい。買えれるっぽいので、まあ、毎日コツコツ1000ね、貯めとくと、まあ、いいことがありそうというか、欲しいカードもね、手に入れることができそうかなと思いますんで、ぜひね、毎日コツコツ、まあ、時間がある限りはね、やり得なね、はい。無課金にはね、超優しそうな、はい、アプデが来たんで、ちょっとね、やっていこうかな。まあ、せっかくなんで、このゴブリンパーティーっていうイベントをやっていきます。で、これは、なんか変なロケットを使わないといけなくて、このロケットね、ダメージがないんですけど、すべてのユニットワンパンできます、はい。で、その、ワンパンしたユニットをゴブリンに変えるっていう、はい。まあ、そのゴブリンはそのままね、相手のタワー攻撃してくれるみたいな感じの性能なので、まあ、逆に言うとワンパン、すべてワンパンなんで、5コス以上のコスユニットだとちょっともったいない。そのペッカとかエリジャイとか全部ワンパンでさえ、だから使うだけちょっと損になるかなと思ってるんで、まあ、使うなら4コス以下の、そうですね、こういうドリルとかに組み合わせて、ドリルにユニットやっぱ出てくると思うんで、そこに対して、このね、5コスロケット、ぶち込んでさらにゴブリン沸かすみたいなのが強そうかなと思いました。でこのチャレンジはなんかゴブリンとかゴブリンバレルとかのなんかそのゴブリン系をちょっと使えないっぽかったんでバレル戦術したかったんですけどできなかったですね。はい。こんな感じで範囲も広いんで、あー全然当たんねえわ。 M 悪、はい。あれアーチャーに当たってるとアーチャーのゴブリンになってきます、ね、でちょっとね俺は意外と好きだなっていうイベントが来ました。まあ、ホグ、ドリル、その辺がね、強そうかな。まあ、ちょっとあんまね、ロケに巻き込まれちゃうと、損するというか、ペッカ一発かも普通に考えてやばいので、知らずにペッカ使ってね、あれみたいな。はい。ゴレダクに組んだら、5コスで全部豚になっちゃったよ、みたいなこともあるので、気をつけた方がいいですね。はい。これマスク当たんのか。あー、これですね。はい。ゴブリンになる。範囲ひれえな。広すぎるんで、ちょっと今のマスケの位置でも当たっちゃうと。あ、これやばいな。冷静に。そうなんで、このロケ対策としては、施設ですね。はい。施設は壊れません。舞台になりません。あ、ユニットじゃなきゃね。なんで、長押しするとこんな感じでね、何も教えてくれないよっていう、そんな感じのデータも出てくる。とか、相手も同じですね、俺と。発想が。まあ、これはもう、その辺に出てこいっていう。あそこの位置のロケ砲とかもね、あ、これゴルダイが。さあゴブリンに変わっていくよっていう、まあ、ボムは壊れないんでね、まあ、こんな感じで置いちゃえば便利かな。でウッドも置いて、はいはい。まあ、こんな感じで施設で対応するのが結構いいかな。だからもうこれドリルからの、はい。あ、これキング起動するかも。このアーチやばい。あ、これマジやばいかも。お願いゴブリン早くやられてくれ。ああ、後ろのロケ砲までもうゴブリンになる。カチー最強すぎるだろ、これ。なんならこのロケットだけで頑張って削って逃げるみたいなこともできそうだし、あの、施設がちょっと強すぎるかもね。うん。ここはもう許容でもいいか。ロケ打っとくだけでいい。そういったゲームですね。はい。ドリル。これも最強だな、冷静に。ドリルロケット。大砲が壊れないのはね、苦しいんでね。そこだけ悲しいですけども。で、このモードは多分普通のマルチモードと同じ感じでマッチングすんのかな。そんな気がしてるんで。よいしょ。で、多分トロ、自分の7000とかだったら7000、6000だったら6000みたいな感じのモードな気がする。7500って表記されてるんで、多分そうなのかなと言ったところで。普通に負けそう。ま、あれ？いや、ゴルナイ、マジゴルナイ嫌い。絶対走りたいだろ。いや、うまい。待ってきてる。危ねえ、さあ。
このマイティも豚になります。すべて豚です。あ、これやべえかな。お願い戻るな。あ、お前して強すぎんか。さあドリル、もうロッキー打って、ゴルナイも豚になるよお前。さあ豚にさせて、やばいやばい、できるだけ高めっすね。あのユニット出すのこれ、高めに高めに出しとかないと豚になっちゃうんでね、はい、ちょっとむずいかもしんねえなこのチャレンジ。さあ大砲、もうここはロック打つ必要がないよね。このマスケも豚でさえ、ぶっちゃけただの豚になる。でも後半はね、高回転でこれ大砲間に合わないね。はい、打ってブー、いや豚なんない。アイスとかもいいね、なんか豚にしにくいよね相手からしたら。やばい、マジで全マックス。俺はこのパーティーロケットの使い方が、いやー来た、これこれこれ、待って、マジで危ない、マジで危ない、マジで危ない、うっ、ね、ね、ね、相手呪文くれ。パーティーロケットはゼロダメージなんで、すいません。さあ、トルネードはあるが、まあ、みたいなチャレンジです。はい。もう、だいぶお腹いっぱいだ。一回でやったチャレンジ。さあ、ちょっとね、大変かもしんないけど、みんなにいるんじゃね？デッキ。そんな気がしてんな。同じデッキになりそうなんだけど、どうなんだ？ちなみに僕は、さっき一回やったんですけど、何も知らずに行ったんですよ。そしたら、ボッコボコに、ボッコボコにされました。はい。てか、ゴブリンバレルデッキ入れるの忘れてたし、とか、ゴブリンバレルみたいな感じなのかなとかも思って、はい、使ったら、普通にエリゴレロケットされて、はい、意味わかんなくて発狂しました。多分ね、初見でこのチャレンジを、成功できる人はね、なかなかいないんじゃないかなって、ルール知らなくてね、はい。っていう、ちょっとね、ややっこいモードな気がしました。まあこのチケット集めるのどのモードでもいいっぽいので、まあ自分の好きなね、はい、やつとか友達と協力バトルとかをやるのでも全然いい気がしますね。協力バトルはなかったです。いや、ありました。まあ、せっかくならね、新イベントなので攻略してくる。いや、マジめっちゃ強いやつ来るやん。あのトロフィー7500からのマルチモードとマジ同じ扱いですね。負けてもトロ減らないよみたいな、フリーバトルゾーンなので全然モサも出てくるよと。お、あれ、お、あれ、ロケ跳ね返せるんですよ。あ、エリコンとかも石膏、はい、まあ跳ね返せるんですけどゼロダメージです。あ、これエリコンチートっすね。冷静にエリポン、あ、エリポン、これえぐマジこれエリポンゲーだわ。だって入れないもんね、ロケット入ってるもん、デッキにダメージ与えれないロケが入ってんで、他の中型呪文が入ってくるのが薄い。あ、ここでエリポンクロス俺当たんない、ガチでつまんない、嫌いなんだけど、どうしよう結構お怒りですけど、しかもスピスピはね、このロケとかに被害がね薄い。うわ、マジでやばくね、本気やん本気すぎるやん、このチャレンジに。お前命かけてんな。なんでここでここでこんな、あー、マジで、え、これ普通のロケ、あ、え、あ、嘘だ、ロケ壊されります。はい、僕が全然無知なだけで、ロケットで施設壊れるっすね。え、壊れたってことはさ、あ、あ、で、これを文句で跳ね返そうぜって話なのか、あんたは。これでも撃っちゃえば壊れるってことよね。はい、壊れます。そうなるとまた話が変わってきて、エリポンにも撃っちゃえばいいって話だもん。おーおー、なるほどね、ちょっとむずいね今回のこのチャレンジは。奥が深いというか、だるいこのエリポンもマジでだるいって。しかもこれ打ちてー、打っちゃう、打ってここでしばくクロス、こんにちは、はい、あ、えぐいああ、スケベマイティじゃねえわ、あいつ
だからあのゴブリンもロキがね、しっかり当たるってことですね。なるほどなるほど、ちょっと大変じゃん。まあエリポンも壊せますけどね。やな。あ、でもこれこっから相手削れないっすね。だって相手もロケなんで。ああセコ。さあ、すべてを豚にしたかったやつですね。豚じゃねえ、ゴブリン。それマザネクだ。あ、強っ。ああはい。エリポンクロスらしいぞ、強いのは。ああなるほどね。まあ一応クロスもワンパンっていうのでそこは対応できそうなんですけど、いや文句もいてちょっとなんか気分悪いっすね。エリポンクロスマジで嫌いなんだよ本当に。まあでもこれ負けてもこのチケットもらえるっていうのは本当ありがたいですね。ちょっと今の負けたの納得いかないんで、マスケマーちゃんにしちゃおう。てかあーちゃんのイラストブサイクになったもん。太ったっすね。なんかもっと可愛くなかったっすか。あんま覚えてないんですけど、もう新しくなっちゃって、はい、あーちゃんの画像がね、はい、変わりましたね、イラストが。ちょっと太っちゃったのかなと。まあ、言ったところで、まあ、このあーちゃんにした方が強いやろ。行こう。まあ、これで1日の上限1000貯まればね、もう十分なので。さあ、この人もマルチで当たったことがあるような気がする。で、同じようなデッキが多そう。ああ、間違いなく。で、これも気をつけないと、ロケ来ちゃうとね、全部ゴブリンになっちゃうんで、ウッドはすごい、大事かもっすね。あーちゃんはセパして被害を最小限にみたいな。でこういうマイティアーチャーだけにもロケが来そう。こんな感じでもうロケットで、あ、これ豚3匹いただきますってやつね。おお、あっ、わが新しいロケからのロケいかついっすね。わあ、施設も全部壊れるのか。化け物だな、冷静に。まあ、舞台なんないだけマシか。いや、なんか、ボム、持ってなかったっすね、ちょっと。置いちゃえばよかった、近くに。さあ、ドリル、雪玉、ロケです。同じデッキしか、ああ、しっかりポイズンも、今回はありますね。初めて当たったかも。この呪文がいっぱい入ってるデッキですね。さあ、ちょっと試しにやってみようぜ。あなたの防衛方法を俺に教えてくれって。これさ、マジで。当たれ！うおー！当たりすぎ、当たりすぎ。いや、気持ちいい。いや、こんだけ当たってくれると、なんかいいね。こんだけ相手ね、ロケット撃ってたのに、ちょっとロケットの防衛苦手みたいな。これ次危ないですよ。来ますよ。怒りの、怒りのドリルロケ来そうなんで。あー、すげえ裏に飛んでくんな。まあこれぐらいで許容がね、良さそうですね。で相手にね、呪文てか施設がないことが分かったので、これでいい。ここだ。はい、奥底なんでね、さっき相手が恨み出してあげると囲んであげてね。ああ、雪玉とか使っちゃって。みたいな。いや、気持ちいいね。マジドリルロケするだけっていう。で、このもう警戒して、スピリットだけでね。あ、スピリットも一回いっちゃったんですけど。あ、てか、ドリルもその瞬間に破裂しちゃうんで、ドリル飛ばして、施設が来ようが、もうロケ撃っちゃえば、なんともなんな。言ったらマジぶっ壊れ戦術ですね。最強。この戦術が。相手もね、やっぱユニット警戒して呪文だけで守るみたいな、はい、惜しいな。もうワンテンポ遅ければババ全部ね、変わってたってことですから。はい、まあ最強戦術です。はい、まあネチネチやりたいならエレポンクロスでも使ってくださいよ。はい、文句で跳ね返せます。はい、なんで文句もちょっと強そうかな、このイベントだと。まあでも文句じゃなくても、はい、なんとでも良さそうな気がします。さあ、1000溜まりましたね。まあ、せっかくならこのスタンプでも買っ、あ、え、たっか8000やん。まあ、1週間頑張れば手に入れられるよといった感じかな。で、エメラルドを使えば、まあ、さらにね、1日2000とかゲットできるみたいな、そういったとこかな。まあ、慣れてくるとこのチャレンジも、
ちょっと面白いか楽しそうではあるけど、最初ら辺はマジロケ強いし、ロケ意味わかんねえしで、だいぶカリカリしそうっすよね。だからアーチャー当たるとな、キング起動しちゃうんで、ちょっと安っすね、これ。なんか流れてくるユニットをロケでしばくぐらいもちょうどいいかも。さあ、ウォールブレーカー。ドリルウォールブレーカーとかも強そうだな。いやー、マジ。守れんくね全部そうなるやん。え？今さ、ちょっと検証していいですか？あれ？相手今自分のユニット舞台にならんかった？気のせい。俺のユニット当たった、これさ、俺の前っても舞台になる。あ！マジで全てのユニットや。新発見、新発見。自分のユニットも舞台になるよ、みんな。まさかの。っていう、結構重要な。まさかのすぎん？自分のユニットも行かれちゃうんで。あ、すごいね。まあ、それは自分で当てる当てないができるとは思うんですけど、マジ最強だな。なんでもワンパン？いかつ。さあ、まあ、マイティとか潜って逃げることができるってお話だよね。まあ、で、ゴルネも一応無敵時間で逃げれんのかな。さあ、ここにロケ来るだけでもぶっちぎだるいっすよね。さあ、一応潜る。いや、これ防衛が意外とむずいっすね。ロケ撃たれるとこれもボーンも壊されるしみたいな。まあ一旦相手の防衛をねチェックしよう。はい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 。お、さあ優しいぞ。これはゴブリンになるけどみたいな、ね、え、お前は卵なの？みんなゴブリンになるけど、お前は卵になる？そこは今まで通りなのか。あ、で、この状態のフェニーをやれるとってことか。あ、そういう感じ？あんた。あ、フェニックス、ずるやん。フェニックス、マジずるやん、そしたら。さあ、耐えたい。危ない。なるほどね。復活系とか、まあ、多分ダックプリとか立ててもそうですね。あー、これやべ、マジで普通に巻くと。頼む。マジで普通に負ける。やだ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 。拾う、これで。あ、絶対来るやん、それ。いや、でもこれは耐えれる。これスーパー大逆転勝利ありそうじゃね。で、あそこをこれウッド使って、これこれこれ、はい、奥拾う、豚にして、豚が殴って勝ち。豚じゃない、ゴブリンですね。まあ、マザネクのねマザネクのやつはもう豚ゴブリンになるっていう概念がないから。いや、まあみたいなことですよ。まあでもちょっとフェニックスずるかったっすねこれまあポイズンロケか。いや、でもロケ持ってるだけ強そうだな。打つだけなんか打ち毒な気がしてますね今のとこ。最強か。エリポンクロスにだけ負けましたけど。さあ、どうしよう。ちょっとアーチャーも円が広すぎて本当にこの辺でも当たっちゃう、かすっちゃう。アイスピ強いですね。アイスピファイスピめっちゃ強いです。溶けちゃうんでロケ当てにくいっすね。アイスピファイスピ、おお、まあこれはもうボムでいいやろ。壊されるんですけど、ロケで豚にはならない。ボムタワーそしたらだいぶいいかもね。さあ、ちょっと俺のもやってみよう。あんたは何で守ってんだい？ユニットかな。あー、だいぶ耐えるな。あ、でも自分で今破壊したんだ、バカだこのチャレンジはマジ慣れねえとやべえな。さあ、
今回の相手は普通なデッキですね。メガナイトドリル、ここにロケ打たれるとアーチャーが行かれるよみたいな。はい、あらメガナイトも今なんか頑張ってマイティで守ってましたけど、ロケでもはいワンパンですから別に。全てワンパンです。なんでもワンパンね。先置きとかしてくれてもね、壊せばいいんで。ロケ来るかもね。来たら、まあ後からアイスピとかでカバーすればいいかな。相手のドリルも壊れるんだよね。これメガナイトさ、来てくれるようにちょっと、ま、ロケット待ちますわ。スケキン来た。あれ豚ですよ。多分この人ね、まだこのチャレンジ初心者だ。俺には分かる。これだって全部破壊できん。やばくね。で、ゴブリンになってダメージも与えれる。まあまあまあ、ぶっ壊れなのはね、はい、みんな知ってると思うんですけど。ガチチートで、ボム置いて、まあ、ロケット壊されるけど全然いい。相手もスケキンがね高くなってきましたね、位置が。まあそうだよね。でドリル飛ばして、今回なんて施設ないんで、マジで施設絶対入れた方がいい。来るぞメガナイトか。はい、メガネと簡単に処理。酔えへん相手のメガナイト。アイスピアね、マジロケ当てにくいから、ね、一生俺これしとけばいいぞ。で、まあ、ロケ来ても相手のドリルも壊れるんで、その後スケとか出す。いや、これもロケでもうやればいい。はい。ああめっちゃ強いわこのデッキ。まあ、別にあれはね、ただ壊れるだけなんで全然いい。でここには相手もメガナイト出したいぞ、出してぞ。プリンまで巻き込んじゃう。さあどうだ、何か間に合うか。あー惜しいな。スケキン当たれば使ったけど、まあ、ボム置いときは何でもなんとかなる。壊されちゃうんですけど。でこれにはしっかりね冷静に対応しよう。当たんないで、あっちょっと。あーでもうそれローキ打たれたら、打ったすぐ打てばいい。相手のドリルも壊れるのを忘れてしまう。さあ攻めて、おっ、打った。もう一枚来るぞこれ。はい、やる。チクッ、あれ削れないのがちょっと辛いです。さあこれがモルテンがやってた逆サイマイティアイスピー、あの209ね。これも確定です。あれで施設ないんでね、これ押さえるの無理だろ。何出しても、はい、全部ゴブリン。やば、あもう最強デッキさこれ。今なら俺アナリプンクロス殺せます。うん、倒せます。はい、危ない危ない。今んとこ最強かもしんねえなこのデッキ。はい、ちょっと分からせていこう、パーティーロケットのプロとして。さあこれもう打ち毒っすよねぶっちゃけ。はい、でゴブリンになってダメージ稼ぐ。まあゴブリンになってからちょっと遅いですね。でプリンスヤリゴブとなると、ああ橋前プリン、プリンセスもちょっと強いのかな、どうなんだろう。確実に削るっていう面ではね、はい、相手もドリルですね。マジみんな同じで考えることは。うん、ボム、お前どこ向いとんねん。まあ、相手これ施設がなければ、まあ、ドリルからのもうマイティ、マイティじゃねえ、パーティーロケット、ゲーですよね。まあ、一旦飛ばして考えよう。まあ、これ、ゴブドリもな、壊れちゃうんで、後からね、確実に、やるだけでもいい。いや、強い。なるほどね、足前プリンで削るタイプね。まあ、ロケであの全てを守れるって考えたら足前プリンも強いかもね。まあ、足前プリンで前掛け削ってドリル、あのロケで守って、はい、打って転がしてみたいなのを繰り返すだけでも結構十分な気もする。さあ来るぞ、何も来ない。でこれは別にいいですね。で、それを使ったら、じゃあ、普通に守るよねって話なんで。
あーマジで好きやん、ハシメプリン大好きやん、あんた。で今回の相手はもう呪文がない、なのでこんにちはですよ。当たれ、うっ、あーこれ緊急起動されないし裏までしっかり当たってる、これエイム良すぎんかっていう話ですよね。なんでこのいてここにゴルナイが来ると1枚なんですね、本当に。はい、でもロケットあるんで、もうめっちゃ高めに対応しちゃう超高い。でこれは相手のドリルも壊れるんで、そのタイミングで打つところが、あプロだ、だいぶ慣れましたね。さあ攻めてあげて、これやばくね、絶対引っつけるやんこれ、ロケで全てやるんで。ああ違う、自分の前って今切ったわなんか下手だな、なんでだって。はい、あこれ相手のドリル壊れます、これやばいな、なんかもしかしたらドリルも弱いんじゃないかっていう正解が分かんなくなってくるぞ。まあドリル飛ばして普通に遅れて後から相手にミニチュア処理するロキがマジ強い気はしてます。はい、さあというわけでこちらゴブリンパーティーロケットね、シミとやってみてください。ちょっと皆さん的なね最強とかもね、はい、ぜひコメント欄で教えてください。ではお疲れ様でした、またね。